森の番人。今日は何しに行くんですか？今日はですね、はい、メインは、メインはエゾフクロウ。エゾフクロウ、ヒナ、はい、お、はい、シマエナガ。シマエナガ、あ、すいません、なんか指摘がありましたね、今。指摘がありました。シマエナガをメインに見て、はい、その後にあのエゾフクロウ。あー、伝説のですか？そう、伝説のあの、はいはいはい、ね、はい、アイヌで言うと、はい、まあ、今日登山というよりも動物のウォッチングですね。ウォッチングです、はい。そうです、ウォッチングで。今日は幻の鳥を取りに行くぜ。今日は登山よりも大事なミッション、それは幻の鳥を取りに行く。これこそ探検隊。久しぶりの登山、疲れる。果たして今日は幻の鳥エゾフクロウいるのか。いや、今日のメインはシマエナガ。果たしているのか。うちのニャンちゃんと同じふわふわの白のフクロウ、そしてふわふわのシマエナガ、今日は見れるか。うわ、かわいい。ここ三角山の。もう、あれ、なんか道違うかも。すげえな。テープ貼ってる。もうちょい行ったら260メートル行ったら可愛いとこ出てる。ああ、そうだね。これさっきからスコップなんだけど、これ何のためなんだろう。あ、本当だ。何のためなんだろう。埋まっちゃうのかな。出してるよ。神社とカフェ。カフェ？だってジョッキのマークじゃない、これ。そうです。もうちょっとだね。もうちょっとだね。もうちょっと。砂防ダム、ここ川なんて流れてんの。この下。あ、ちょっとここから、ここから来たんですよ。うん。あ、これだ。これから来たの。森口山ってあんだね。それ。森口。あ、寺口か。寺口。寺口山。寺口山。あ、そっか。ピークで赤坂のピークからあっち行ったら寺口。ああ、なるほど。だからここ行って、うん、バーッと奥ら奥さんからの方行って、うん、帰りはこっち哲学からこう行って、うん、これを歩いてくと、うん、なるほど。北一条通り。そうです。あれ、これ何、これ、北一条、これで。あ、そっか、途中行けるんだ、ここから。病院なの、これ。あ、病院か。病院横抜けていけるんじゃない。あ、なんかあの、なんかあるよね。あるんだ、細い道しか。うん、
頑張ろう。神社、神社のどこだ。え？カフェみたいなのあるんですか？カフェ。山小屋あったらびっくりするよね。こんなとこに。だ流行りそうだけどね、こういうとこに。きついですね。うん、深い深い。どん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 雪が深くなってきますね。もうちょっと。本当、本当だ。閉まってる。ああ、やば。ちょっと広くて歩かないと深いわ。ちょっと火さらせんとこは。なんだ？なんで？なんだ音？折れた音。折れてた。すごい待ってますね。まず。体調どうですか？だんだん寒くなってきましたね。天候悪くなってきましたね。もうちょっとなんで、場所は。こっち側見たら雪降ってきましたね。こっち側があの雲がこっち側に来るんで、ちょっと早めに急いだ方がいいですね。行きますか、そしたら。この先なんですけど、はい、ちょっと一応野鳥を守るために、そうですね、ちょっと現地まではちょっとここでカメラ一旦止めて、はい、そうですね、で撮影できたら袋を、そうですね、袋、うん、のところからまた撮影開始しましょう、うん、でもこのルートはね、ちょっとこのルートは秘密なんで、秘密なんでね、ではちょっと行ってみましょう。ここはジャンプですね。ジャンプです。せーの。見えますか？これ。ここ。これこれ。これ袋。ほら。二つ分かれてる。袋ですね。言いましたね。
ました。いました。一匹です。そしたら、あそこに一匹います。3つ目の、はい。画質明るくしたら、あ、画質明るくしたらすごい見えるこれ。ほら、あ、袋、袋ですね。ちょっとテーブルが、父さんの下段で一番早いんですよ。あ、そうすか。シュースベリー。わかりました。どうでした？無事、一匹いましたね。見ることができましたね。感激でした。フクロウでしたね。フクロウ。俺、これ、来年は、幸福で。フクロウってことですね。フクロウってことで、幸福？幸福。役年なんですけどね。役年をね。役年を。うん。乗り越えるようなパワーもらいましたよ。もらいました？もらいました。ちゃんともらいました。ちゃんと撮れてるかどうかはちょっとわかんないんですけどね。まあ、なんとかカメラには収まりましたね。はい。あと、もう一個何でしたっけ？シマエナガ。シマエナガ。はい。これ、いなかったですね。いたのだかいなかったのだか、まあ、いなかったでしょうね。多分、スズメとかでしたね。あれはまた別の鳥でしたね。なんで、まあ、また次週は、どこ行きますか？どこ行きますか？まあ、その辺の山また、ね、またちっちゃい、ね、ちっちゃい山、そうですね、低山、はい、まあ、1時間、2時間ぐらいのところ、行きましょう。まあ、小動物、そうですね、動物観察、やっていきましょう。はい。わかりました。じゃあ、また次週でお願いします。お願いします。